ペロシ議員の、台湾訪問に関する両党の、評価を解説するなら簡単です、うん、トランプ大統領が例外だったんですよ、うん、基本的に共和党というのはタカ派です、うん、で民主党はハト派というふうに、構造ができているんです、うん、でこのタカ派のはずの大統領が独立主義だったんですよ、あの、独立主義じゃなくて、独立なんだアメリカ第一主義いやアメリカ第一主義で貿易防護主義であって、保護主義保護主義であって、うん、なんで出てこないの、英語で言うと何ですかアメリカファーストモンロー主義英語も出てこないもういいです大体でも分かりました